沖縄タイムスは沖縄県で発行されている地方紙。株式会社沖縄タイムス社が発行している。1948年7月1日に創刊された。愛称はタイムス、沖縄県外での故障は沖体である。沖縄本島で地上戦開始後、首里市の新聞社号で発行を続けていた沖縄新報は1945年5月25日に 解散した。最後まで豪にとどまったかつての沖縄朝日新聞を中心とした社員10人のうち9人が創設メンバー。1945年7月時点で米軍の準機関紙、ウルマ新報が教師などの新聞発行を未経験者の手により発行されていたが、沖縄タイムスは新聞人による新聞発行を目指し、1948年7月1日、 総刊された。総刊を発行前の6月29日、米軍占領下の軍票への通過切り替えのスクープを号外で出し、これが実質的な総刊となった。反米軍基地、平和主義、非武装中立の立場を取る。憲法改正案や集団的自衛権の解釈変更に反対している。新南東風土器などを表した、新川明、川光新一ら。 戦後、沖縄の文化を牽引した記者を擁し、1990年代には、ゆ井あ子が全国し、地方紙を通じ、初めて女性として、編集局長に就任した。1993年10月より、週休2日制の定着に伴い、第2度曜、日付夕刊を休刊にしたが、2009年3月に夕刊そのものを廃止し、長刊のみの発行となった。 社国ではその理由を広告需要が急速に落ち込む一方、新聞用次第の値上げで新聞制作コストが上昇しているためと説明し、有感時間帯のニュース報道はインターネットでの速報体制を強化するとしている。朝日新聞那覇総局と共同通信那覇市局が沖縄タイムス本社内に入居している。総監メンバーの豊平義明が戦前。 大阪・朝日新聞の発新聞の記者だったことから、朝日新聞社とは特に縁が深く、総幹事から協力関係にあった。世論調査を共同で実施し、現在も人事交流がある。この経緯から、朝日系の日刊スポーツ新聞社とフランチャイズを結び、日刊スポーツを発行しているが、本来発行対象地域である、西日本版ではなく、東京本社版の内容を掲載しており、 中央競馬以外の公営競技欄、番組表など一部は未収録である。これとは別で、東京本社が首都圏向けに発行している最終版を空輸し、空港ターミナルやコンビニなどで販売する店舗もある。また、朝日新聞社の電子版サービスである朝日新聞デジタルとのセット購読が可能なダブルコースの募集も行っており、本誌購読者は、 朝日新聞デジタルを本市購読料プラス1000円月で利用できる。福井新聞と共同で基地と原発のニュースを発信する福縄を運用している。1960年代の沖縄タイムス社屋2002から2012年の本社、筑紫哲也がかつて沖縄バンタジー総論を連載していた。復帰前に朝日新聞那橋局に勤務していた。那覇くもじ2丁目2の2タイムスビル。 浦添印刷センター、アップセンターとも言う、浦添市稲なぶ一の十の五。番組表は日刊編集センターから配信されている。アナログ放送の廃止前日まで、ステレオ放送は番組表内の文字表記で、率と表記されていた。県外放送局とスターチャンネル、ラジオ日経は掲載されていない。また、放送大学もテレビラジオとも、 番組表は掲載されていないが、チャンネル ID は紹介している。ただし、番組表確認の案内として、URL アドレスと電話番号が記載されている程度である。なお日刊スポーツには、テレビラジオ番組表は収録されていない。2002年6月1日から、カナダのニュースペーパーダイレクト社のサイト、 プレシュディスプラにて長官を閲覧することができたが、2010年の6月から8月頃に中止された。マスコットは、ワラビー。子供を意味する沖縄の方言、ワラビと動物の、ワラビーをかけている。ありがとうございます。